耳から学ぶ鶴光一さんのメッセージ21。内部対立危機物語。私たちは論理的思考世界に住みながらも結構矛盾する対立した考え方を知らないうちに受け入れて使っています。他人には親切にと思っているその人が家族を大切にと思っています。そんな人が家族と友達のどちらが大切なのと家族に言われると困ってしまいます。こんなにボランティアだけやっていていいのだろうか。もう少し家族の面倒も見なくてはいけないのではないだろうかなどと、2つの対立する考え方がムクムクと心の中から上がってきます。こんな時、誰からも問われているわけではないのに、自分のしていることに対する正当性の主張を自我がつぶやき始めます。自分の中に後ろめたさがあり、その後ろめたさを打ち消すためにです。自分の中にある対立する2つの考え方が外面世界に投影されて、どちらが大切なのという言葉を引っ張っているに過ぎません。友達を思いやれと言いながら、友達には負けるなと言います。そしてその2つの考えが矛盾していないという論理を構築しています。今あなたがそれは矛盾していないという理屈を流暢に説明できるとしたら、それは心のどこかで実際は矛盾を感じているからなのかもしれません。私が社長をやっていた時も、売上を上げろと言いながら、客を大切にしろと絶えず社員に言ってきました。そして売上を上げることを考えながら客の利益を考えるとはどういうことなのかを何度も社員に説明していました。今考えてみればわかるのですが、わざわざ私が説明したくなるところ、強調して説明していたところ、自社の利益と客の利益は私自身の内部に矛盾を感じていたからに他なりません。私たちは実際は相矛盾する考え方をたくさん受け入れてしまっているにもかかわらず、それがあまりに日常的すぎて、ここが論理的整合性のない矛盾した世界であるという事実に気づかないまま暮らしています。そしてこの心の内部矛盾が外面世界に投影され、複雑で対立的な人間関係を表出させています。自然界を丹念に眺めてみれば、この世界が論理で説明のつく世界でないことはすぐにわかるはずです。今ここを生きよと言われても、ここを空間的場所のこととしてしか考えられません。照明の世界、立証できることだけが正しいと考える思考世界に意識が落ち込んでいるからです。論理で裏打ちされた世界での体験がどういった感覚をもたらすのか、そんな体験を望んだ我々の集合意識は論理を好む男性偏重社会を作り出しました。それがこの現代文明社会です。論理的に証明可能なことだけを正しいと信じるちっぽけな世界で、人類はどんな体験を果たすのか、我々は見事にその複雑な成果を勝ち取りました。広大無辺な神秘の世界から見事に偏狭な証明世界を築き上げました。今地球は証明可能な世界観から純粋な体験世界へと脱皮しようとしています。ちょうど芋虫が蝶に変身するように。そしてこの話を信じる必要はありません。証明などできないのですから。証明できない時はどうするか、我々は数学等で慣れ親しんできた仮説を立てるという方法を取ることができます。はじめ私は宇宙にただ一つの私という意識であったと仮定します。これは仮定ですから全く信じる必要はありません。その過程から思考を展開してみてください。その観点から世界を眺めてみるわけです。ありとあらゆる現実を、細やかに、注意深く、丹念に、より深く。私は、はじめに、あなたは無限です、と言われました。会社を倒産させ、すべてを失ったと思い込んでいた私に向かってです。どん底だった私は、そんなバカな、と考えながらも、その言葉を信じてみようと思いました。そのたった一言から始まりました。私が無限であるということは、私は全てということだ。私が全てということは、私が神だということだ。私が
果見たということは、倒産は私が仕組んだということだ。私が仕組んだということは、私がそれを知りたかったということだ。なんだ、これこそ私がしたかったことなのか。そうならば、私は、今、思い通りに生きているということではないか。人間の苦しみは、その原因を調べてみると、すべてが、たった一つに帰結します。それは、自分の思い通りでないということだけです。実に単純なことです。5万人から愛されたとしても、たった一人、自分が愛されたいと思っている人が思い通りにならないと言って、身を投げたタレントがいました。ブッダは、母の命さえ救えないなんて、王位という最高の権限、権力に、どんな意味があるというのだろうか、と出家してしまいました。9999の望みが叶ったところで、たった一つが思い通りにいかなければ、自我にとっては、そのすべてにおいて不幸と感じます。お前はこんなに満たされているというのに、なんて欲張りなんだ、と人を咎めてみても仕方ありません。人間とはそういうものなのですから。私が神であるということは、私は何かを成し遂げるためにわざわざ来るはずがない。体験こそ私がしたかったことなのだ。だったら今体験している私は、すべてが思い通りということではないか。私はこれまで何かをすることを目的としてきたが、これからは体験を私の目的としよう。起きてくることこそ私が体験したかったことなのだから。こう思えるようになって以来、私の世界から思い通りでないことが消えてしまいました。思いを遂げて思い通りにしていくよりも、ずっと容易に思い通りを達成しました。この世界を体験の世界という窓を通して見るようにしただけで、心は安らぎ、静寂を得ました。心の揺らぎが瞬間の範囲内に収まるようになりました。これは私が無限であるという単純な考え方をそうだと仮定したことにより起こってきたものです。もちろん今でも私が神であるか否か、そんなことは証明のしようもありません。ですからそれが本当かどうかは分かりません。本当か嘘かなど決めつけなくても不安はなくなり、安らぎを得られることは事実です。ここは全てが検証不可能な世界です。自分が何者で今どこにいるのかさえ分かりません。しかし現代人はそれを証明しようと考えました。人類自我の挑戦です。その過程を体験するため、これが初めの目的であったにもかかわらず、人類は結果を出すことを目的として進んでいるようです。微妙なすり替わりですが、これこそ苦しみの源です。自分の始めた目的を忘れてしまっているのですから。人類は癌を克服できると信じました。宇宙の創造の秘密が解き明かされると信じました。そしてもうじき人類は知るでしょう。わからないということを通して、思考世界に閉じ込められていた意識が、この思考空間から体験空間へと意識を飛翔させることでしょう。ここが体験のためのエデンの園であったことに気づくでしょう。正しいか間違いか、結論を出そうとする自分の姿勢を変えてみる気はありませんか。良いか悪いか、そんなことは決めなくても何ら困ることなど起こりません。決めようとするのは、決めないと困ったことになると信じているからです。自分が孤立した存在だと思い込んでいるからです。私たちは部分であり全体です。決して孤立した存在ではありません。わからないことはあなたが決める必要はありません。結果を出すという目的から、その過程を体験するという目的に切り替えてみませんか。今あなたの目の前にある他人との対立は、あなたの心の中の内部対立に過ぎません。自分の中で争っている相対立する考え方という2つのミニ自我を発見してください。発見できればその考え方を解除することができますし、その対立する2つの考え方をさらに突き詰めてみて、思考の外へ飛び出してしまうことも可能です。私は考えることが大好きでしたから、考えて考えて考えて頭がオーバーヒートを起こし、意識が思考の外へ飛び出してしまいました。どうしてもどうしてもわからなかったからです。その結果、
分かったわけです。ここが体験の世界であったことが、それが真実の世界で、今まで思考の世界の中に意識が落ち込んでいただけであったことが、あっちを立てればこっち立たず、本当でしょうか。この二極的相対世界では、思考はここで止まってしまいます。子供が学校へ行きたくないと言い、親は学校だけは行ってくれという。互いが自分の思いを遂げようとすると、親子の仲が裂けてきます。自分を抑えれば、心の中に歪みを作ります。こんな時、正しさは無力です。正しい選択ができますか？親は、子供の考えに従うのは簡単だが、それではあまりに無責任すぎると考えます。子供の将来はどうなるのかと悩みがつきまといます。意識を、この聖者の世界から出して、体験という窓から、この状況を覗いてみれば、面白い風景が見えてきます。素晴らしい劇が幕を切ったように見えてくることでしょう。思考の世界へ意識を落とし込んでしまったままでは、この現実に正解はありません。早く結論を出そうとする自分の思考パターンに気づいてください。結論があなたを幸せにするわけではありません。決める必要なんかないという言葉を思い出してみてください。ここは論理の世界ではないのですから。あなたが不利になると信じ込んでいるだけで、本当にそうかどうかわからないのです。私はいつも、いつも考えてきました。何が正しいのか。そして、正しさを選び取ろうと生きてきました。正しいものがあると信じ込んでいたからです。私の頭はいつも何が正しいのかを決めようと、絶えず忙しく働き続けていました。正しい、間違いはない、と、頭が理解した後もなおです。頭では分かっていながら、やっていることはいつも、知らず知らずのうちに何が正しいのかを探しています。ふと気づくとまたやっています。自分の中にいるもう一人が、潜在意識の中にしまい込んだプログラムに基づいて、すぐに、ロボット機能が活躍を始めます。私たちが、無意識のうちに呼吸をしているように、無意識のうちに、心は、何が正しいのかを決めようと一人で働いています。このロボット機能を解除できるのはあなたの表面意識です。このロボットの再プログラミングは意識的反復操作によって可能です。あ、またかと咎める必要はありません。単純に繰り返してください。何が正しいのか決める必要なんかないという言葉を。考えて行動する人は自分の行動に自信を持っています。自分が間違ってないと信じられるからです。正しい人生を送りたいと考えている人は、常に自分が間違えていないかをチェックし続けています。いつも意識して考え抜いて出した結論ほど、自我は、その考えに対抗する意見には従えなくなってしまいます。相手が間違っているとしか思えないからです。自分が正しいのであれば、相手は間違っているに決まっていると発想するからです。特に、意見の対立がある場合には、さらに深く考えます。どちらが正しいのかを。そして、考え抜いて出した結論ほど修正が難しくなります。あなたの目の前にある鏡からのメッセージが受け取りにくくなります。登校拒否のお子さんを持つ親は、さらに難しいものです。自分が上から見てしまうからです。この親という観点から物を見る場合、それは、自分は正しいという観点から物を見ていることと同じになります。ですから、お前は間違っているという観点から話をします。相手を説得しようとしているのが、その何よりの証拠です。どうぞ気づいてください。相手に伝えたいと思う心は、自分が正しいという観点からの発想であることを。相手に言ってあげたいと思う優しい心も、私は間違っていないという観点から発しているのだということです。あなたが自分は正しいの観点に立ったとき、相手も自分は正しいの観点から発想を始めます。こうして対立が生まれます。あなたが正しさの立場を離れない限り、対立相手もそこを動きません。よく勉強した人ほど、この落とし穴にはまります。考え抜いた分、この穴から出づらくなるわけです。
この宇宙は反転した世界であるという法則を思い出してください。あなたが反転しない限り、この穴からは出られません。自分の中から出てください。今その体験をしている人にどうして間違っていると言えるのでしょう。親が子を心配する純粋な親心がどうして子供に受け入れられないのでしょうか。自分の心の中に一体どんな対立関係があるというのでしょうか。その謎を解いてみませんか。あなたが子供に分かってほしいと思っている分だけ、あなたの親である宇宙も子であるあなたに分かってほしいという思いを出しているのかもしれません。